はい、どうも、お疲れ様です。おお、ごましょう、いらっしゃい。ハートプレゼントありがとう。いつもありがとうね。なんだっけ、チュッパチャップスのロゴ作った人ってコカ・コーラのロゴ作った人だっけ。すごい有名なデザイナーだよね、確か。普遍的なデザインでいいよね。レイトさん、いらっしゃい。1じゃなかったね。残念でした。1ゲットなるぞ。23名さん、おはよう。朝方はやっぱ集まるね。モンタいらっしゃい。はい、あやかいらっしゃい。何の話しようかな。結局徹夜です。ありがとう。いらっしゃい、あーちゃん。おい、さくら、おはよう。さくらちゃん、おはよう。みさきママ、ありがとうね、バーガー。おお、正義の味方、いらっしゃい。今度さ、レクチと一緒にスタジオ入ろうよ、3人で。うん、いらっしゃい。またコラボしようぜ。どうなの、ニコ生は。頑張ってる。ふわっち来ればいいのに、正義の味方も。ねえ、やろうよ、やろうよ。仲間は多い方がいいじゃん。うん、おい、メロンちゃん、いらっしゃい。楽しんでて。おい、トッコ、おはよう。うん、おはようございます。受講生たちが集まってきたね。和ゼミ受講生が。和道の異常なゼミナール受講生たちが続々と集まってきたよ。ずーっと喋ってるから眠気がすごいね。これは普通の眠気です。なんかね、働くっていうことが生きることだっていう感覚を持つと結構面白くなるんじゃないかなと思ってて、なんかね、働くことってやっぱ生きることですよ、僕にとっては。あ、そうだ、ふわっちの運営さんにメール送らないと。
運営さんにメール送ります。なんかさ、フォローできないんだよね。なんでなんだろう。ワドさん、最近ふわっちの画像ぼやけてるのは私だけなのかな？カメラが変わったからですね。簡単に言うと。前よりも画質悪くなってます。正直言うと。画質は最高画質にしてるけど、ロジクールっていう1万7000円のカメラを使っていたんですけど、山手線配信の時に壊れちゃったんですよ。だから画質悪くなってます。粗いでしょう、画質が。そんなに変わらない。小さくね、するとね、画質変わらないように見えるけど、引き伸ばすとね、画質が粗いんですよ。だから合ってます、画質がぼやけるのは。カメラのスペックが下がったんです。しょうがないですね。カメラ買おうかな。配信業だからね。そろそろもう2つ、1万7000円のカメラ2回買って3回潰してるからね。ワッチ全部ぼやける。ああ、だったら最近のシステムになってからだから、運営さんにそれ言った方がいいよ。運営さんに DM 送って、最近画質がぼやけるんですけど、仕様変わりましたって聞いた方がいいと思う。答えてくれると思うよ。多分ね、圧縮を変えたんだと思うよ。その画質をどう調整するのかっていうの。それね、運営さんに言ったらすぐ対応してくれるから、嫌だなと思うところはね、運営さんに投げた方がいいと思う。多分軽くしたんだよ。その代わりね、PTPT になる不具合がなくなってるから、サーバーの負荷軽くしたのがあるだろうなっていうふうに俺は分析してるから。運営さんに言った方がいいよ、思ったことは。俺もなんか他人がフォローできなくなったから、今運営さんに問い合わせた。なんか不具合ですかって。なんでなんだろうな、フォローできないの。フォロワー数の上限とかないはずだよね。なんでフォローできないんだろうな。不思議だよな。スマホだと上の3本線で画質変えられる。私は高画質で綺麗に見れてる。ああ、さくらちゃん、それやってみなよ。スマホだとね、矢印の3本の線で画質を変えられるんだって。ただデータ量が大きくなるから、通信制限かかりやすいから、そこ気をつけた方がいいよ。家の Wi-Fi とかの場合だと画質高画質にしても問題ないと思うけど。いや、師匠じゃないよ。やめてやめて。弟子雇ってねえから。ドブネズミさんいらっしゃい。稼いで稼いで稼ぎまくりてえな、本当に。アイラに負けらんねえっしょ。あ、変わった？ よかったよかった。よかったよかった。
ランキングに出てるアイテムの数の合計の半分が配信者。それは違うね。ちょっとね、アルゴリズムが難しいから、ちゃんと聞いてもらえるとありがたいんですけど、まず、マンスリーランキングとかデイリーランキングの金額っていうのは、手取りの金額にかなり近い数字だと思ってください。例えば、花火1000円で買いました。僕に入る金額は500ポイントなんですよ。わかる？だから、デイリーランキングとかマンスリーランキングっていうのは、俺に入ってくる金額に近いと思ってもらいたいの。みんなが1000円払ったら、1000円って反映されるんじゃなくて、500円の方が反映される。ただ、マンスリーとかデイリーっていうのは多めにカウントされます。で、それなんでかっていうと、期間限定アイテムとか、あるでしょ？ああいう値段の高いアイテムとか。その方が付加されるポイントが高いんですよ。だから、手取りのお金プラスアルファ、期間限定アイテムとかだと多く見積もられるの。だからね、アイラが700万、740万って書いてあったけど、あれはね、700万いかないぐらい、680万ぐらいなんですよ。で、俺はね、先月、24万って書いてあったけど、20万。だからね、6分の1ぐらい減らされるっていう計算が多分俺の手取りの金額に近いと思う。ライジングフォースバージョン3.13、フォローありがとう。あ、フォローじゃない、コメントありがとう。いらっしゃい。24万稼いでたら20万とか、740万稼いでたら、まあ、680万とか。ののさん、初見さんいらっしゃい。楽しんでいってください。ワドです。面白かったらフォローしてください。よろしくお願いします。まあ、俺の場合ね、過去の実績って言って、下の方に書いてあるでしょ。自分が過去いくらもらったのか。だからそれを見た方がいいかもしれない。ただ、これが全部現金化されるわけじゃなくて、こっから延長チケットとか数万円分買ってるから、こっから減ると思ってください。まあ、大体ランキング見てるのが、ランキングよりちょっと少ないぐらいが配信者の取り分ですね。あ、まあ、金梅さんは今30万3000円とか30万4000円って書いてあるけど、だいたいそうだな、24万ぐらいかな、俺の予想。手取りの金額24万稼いだね、2日で。アイラが23万ぐらいかな。目減りはしますね。だいたい6分の1ぐらいの計算。6分の1差し引いた金額だから、6分の5が手取りだと思った方がいい。マンスリーとかの金額よりもらえるっていうことはないです。新しいフォロワーさん紹介します。ののさんフォローありがとう。上位はアイラなんか1ヶ月で600いくら、650万以上稼いでんだもんね。化け物だよ。配信者にアイテム支援するのは現金を送った方が双方にとっていい。いや、俺はふわっちの方がありがたいなって言ってる。だから、現金を送りたいっていう人、ワドに得してもらいたいからっていう人いるんだけど、俺はなるべくアイテムくれって言ってるね。なんでかっていうと、俺ふわっちが好きなんだよ。だから、ふわっちが盛り上がれば盛り上がるほど、新規リスナーが来るじゃん。そうすると、チャンスが増えるから。なんで、俺は前は、半分取られるのバカバカしいっていう考え方だった。だから、ふわっちやらないって思ってたんだけど、ふわっちやってみて気づいたのが、ふわっちって、ツイッターやってる人だったらわかるけど、ツイッターとかに広告バンバン打ってるのよ。だから、見たことない？ツイッターでふわっちっていうサイトでお小遣い稼げますよって広告打ってたりとか。要はね、この会社だったら安心できるなっていうのと、要は、後ろ盾がやっぱ必要なんだよ。配信者って。いいサイト。だから、運営の方針がいいから、ここの運営だったら半分取られても文句ないわっていう。なんかプロデュースされてる感じがすんだよね。俺は文句ないっすね。むしろ、ふわっち一緒に盛り上げようよっていうことを言ってる。ただ、ワド本人に得かどうかって考えたら、まあ、なんつうんだろう。まあ、現金直接渡した方がいいのかもしれないけど、俺はなるべく
花火もらった方が嬉しいっすね。配信としての対価でもらってる気がするから。どうしてもなんだろう、個人で手渡しでもらっちゃうと、癒着じゃないけれども、その人の言うこと聞かなきゃいけないみたいな雰囲気が出るじゃん。なんかその人に頭上がんなくなるって。それってやっぱフラットじゃないから、間にクッション入るシステムがあった方が綺麗にお金もらえるからね。だから俺は、その配信を見て、お小遣い投げてくれる感じで投げてもらった方が、給料として、ふわっちからもらえるわけだから、その変に気を使わなくて済むんだよ。あ、この人囲いだから接待しないととかあるじゃん、どうしても。そういうのはあんまり苦手だからさ。だからね、配信で消化させたいんだよね。配信盛り上げるなら配信者として支援してくれっていう。あくまでリスナーさんとして支援してもらいたいっていう。やっぱりね、個別でもらってた時期あるけど、やっぱプレッシャーに感じるんだよね、すごく。その人怒らせたらダメとか言いたいこと言えなくなってくんだよ、どんどん。で、それって本末転倒じゃん。言いたいこと言うために配信者になったのに。ハートプレゼントありがとう。だから結構大きい目で見てるね。配信、このふわっちっていうサイトをでかくするための一員になりたいっていうか。そういう感覚あるよ。パフェプレゼントありがとう。大阪行ったらちゃんまんの店行きてえな。まだ出禁なのかな、俺。吸いすぎだ。なんかね、いい意味でも悪い意味でもね、そんなに金に執着してない。っていうのも、もうなんか会社やってる時とか金稼ぐ時期みたいなのって、もう19から27ぐらいまでかな。その生活保護を受けるまでの間にもうとことんやりきったから。なんかもう金持ちになって人生変えてやるんだみたいな。もう10年いかないけど5年以上追いかけてた時期があって。で、結局、そうじゃなかったなっていう。でも、それで幸せになる人はいると思ってんだけど、そこ向いてなかったなと思って。どちらかっていうと、俺、快楽主義者に近いから、金を追っかけるよりも、やりたいことやってる方が、性に合ってるわっていう感じがして。だから、なんつうんだろう。お金を稼ぐ金額よりも、なんか楽しんで生きてるかどうかの方が自分にとっては結構価値観が重要な人なんだっていうのは気づけたかな。人によってそれは違うと思うんだけど。だからなんだろう。お金を稼ぐことを優先してるんじゃなくて、やりたいことをやって、そのジャンルの中で稼げるかどうか。例えばさ、イチローとかってさ、もう何億も稼いでるわけじゃん、野球で。で、その事業家からしたら、孫正義さんからしたらさ、その金額としてはずっと下なわけじゃん。だけど、イチローのすごいところって、野球っていうジャンルでその金額を達成できてるっていうのかな。事業家になってくると、ルールがもう無限になってくっていうか、ルールを作る側になるじゃん。そうじゃなくて、俺はその配信が今は好きで配信をやってるわけだから、配信の中でどれだけ稼げてるのかっていうのに結構重きを置いてるっていうのかな。で、その配信自体が稼げる産業になった方が面白いよなっていうことに
結構なんつうのかな、頭が行ってるというか。だからぶっちゃけた話、俺のリスナーさんでもさ、うん十億稼いでる人とか、この前もコメントあったんだけど、学生で FX とかでも本当うん百万稼いでる子とかいるのよ。だからまあその子たちと比べられても、どっちが勝ちとかどっちが負けとかじゃなくて、稼げてるのすげえじゃんで終わっちゃうんだよな。なんか、金があったらやりたいことできるかって言ったら、必ずしもそうじゃないと思っちゃってて。例えば、自分は旅人になりたいって思ってるわけよ。でもそれってさ、稼ぎ方、時間拘束がない稼ぎ方をしないといけないから。だから配信は結構、すごいやりやすいんだよね、自分にとって。そういうのってわかる？難しいんだけど。あれ？コメント止まったけど見れてる？不具合か。見れてる？大丈夫？寝た？あれ？またバグ？あ、バグじゃねえか。あ、見れてる。コメントかそっただけね。なんかだから金を一番に考えてないかな。金はすごい大事なんだけど、金だけ追っかけるんだったら配信者は選んでないかな。儲かるビジネスだと思ってやってなくて、楽しくて稼ぎたいっていう感覚かな、俺にとっては。楽しくて稼げることみたいな。
弥生さん、初見さん、ワドツです。初見なのにワドツって言うんだ 弥生さん、ありがとうございます。花火ありがとう。すいませんね、だんまり枠で。花火ありがとうございます。初見じゃないでしょ、弥生さん。よいしょ、よろしくお願いします。花火ありがとう。よいしょ、いきます。腕やべ、3回、4回、5回、やべえな、腕いって、6回、ありがとうございます。ビリビリするな、左手が壊れたな。ありがとうございます。よいしょ、ロム線さんかな。ありがとうね、花火。いや、多くの人に支えられてますよ。ありがとう。よいしょ。嬉しいな。ニコ生からお世話になってる。マジで？マジで？結構じゃあ、6ヶ月ぐらい前から？え、どれくらい見てるの？かなり前でしょ。だってニコ生もうだいぶやってないよ、俺。いや、嬉しいっすね。あざーす。のんちゃんに会いたいな。のんちゃんと遊び行きたいな。のんちゃん今日車で来る？電車？のんちゃん見てる？のんちゃん車？今日。車で来てよ、今日。車でどっか出かけようぜ。やだ。のんちゃんと出かけたいな、俺。車だと助かる。
また大敬遠行く？どっか連れてって。土曜日、日曜日休みだからどっか出かけようよ。体調良くないんだ。マジか。残念だな。任せるわ、じゃあ。俺はのんちゃんとどっか出かけたいよ。寒いな、今日。おお、キムタコさん、おはよう。久しぶりじゃね。元気？キムタコさん。おはよう。最近誰見てんの？ どう、調子は。久しぶりだね。テレビばっかり見てた。配信も一周回ってくると飽きてくるからね。3年ぐらいだよね、最初の面白いのね。もうあと惰性で見るよね。よっぽどの神回の時とか見て面白いと思うけど。そうなんだよね、最初だけなんだよな。
テレビの方が面白いよね。わ かる。まあ、やる側はさ、別にいくらでも暇つぶせるけど、配信って結構もうコンテンツ出尽くした感あるよね。なんか、まあ、誰々っぽいな、みたいなさ。あ、誰々の焼き回しだろ、これ、みたいな。飽きるよね。配信でやっと食えるようになりましたね。苦節3年半。ちいさんおはよう。お久しぶり。やっと食えるようになって、先月の、まあ、いただいたポイントが20万ぐらいなんで、長かったなっていう感じですね。おかげさまで、ようやく、一発になれましたよ。不毛な時代を抜けましたね。もっと稼ぎたいですけどね、100万ぐらい行きたいですね。本当に。月100、200って稼ぎたいですね。まあ、年収1000万超えたらもう本当胸張って、自分の職業に誇り持てるかなと思って。運転免許？いや、俺東京に住んでてさ、車に乗りたいと思わないんだよな。なんか自分で車所有するほど金かかることないから。ちいさん、風船10個ありがとう。サンキュー。ありがとうございます。運転免許はいいかな？バイクとかいいかもしんないけど。でも、ほら、俺今年からまた旅するんですよ。日本全国回るんで。また四国行った時よろしくお願いします、キムタコさん。四国長めに滞在すると思うんで、また飯でも行きましょうよ。懐かしいっすね、黒黒の家行ったの。黒黒もうそろそろ復活するはずなんだけどな。全然復活しねえよ。まあ、四国行くの結構最後の方になると思うけど、北海道から行くんで、今回は。あれ、徳島の阿波踊りって時期いつぐらいでしたっけ？あれって。夏だっけ？阿波踊りまた見に行きてえな。徳島の阿波踊りはマジで感動すっかんな。あれはまた行きたいですね。黒黒は土木作業員で働いてると聞いたけど、阿波踊りは8月。へえ、土木作業員やってんだ。黒黒が。へえ。あんなのに鉄骨持たせたら危ねえだろ。四国ってろくな配信者いないよね。七色、黒黒、闇将軍だからね。四国の配信者、悪が強えよな、ほんと。恥さらしども。丸亀の竹本とか。濃いよね、四国系の配信者は。濃いっていうか、本当に頭おかしいやつらばっかりだからね。ねえ、黒黒懐かしいよね。黒黒の配信見てえな、また。あれは逸材だったよね。あれ？のんたん黒黒知らないんだっけ？竹本さん見る。まあ、やっぱ同郷だと見ますよね。気になりますよね。それが普通だと思うな。同郷はやっぱ気になりますよ。知らない？黒黒知らないんだ。めちゃめちゃ面白いよ、黒黒。常に発狂してる豚なんだけど。めちゃめちゃ面白い、ほんと。ブーメンだっけ？ブーメンって呼ばれてたんだっけ？100%アンチしかいない放送だから。99%アンチとかじゃなくて、もう全員アンチなの。伝説だよね、ほんと。あんなに荒れてる放送見たことないもん。
すごいよね。なんだかんだね、やっぱ復活してほしいよね。必要悪だよ、あれは。あれ大好きだな。プレイステーション3が送られてくると思ったら なんだっけ？何が送られてきたんだっけ？ なんだっけな。プレステが送られてくる配信の天城不快風惑とかマジ笑うもん、ね、そんなに面白いもんあるかっていう。なんだっけ、石ころが入ってたんだっけ、あれ。プレステの箱の中に。ドッグフード。そうだそうだ。絶妙なプレステ3と全く同じ重さのドッグフードが段ボールに詰まってたんだ。それで発狂するんだよね。いやー、あれは面白かったな。ドッグフードだ、そうだ。大量のドッグフード出てくるんだよね。あれ、これプレステじゃねえとか言って。プレステだろうとか言って、開けたら、なんだこれとか言って。発狂するんだよね。いやー、面白いよ。バカだよな、ほんと。万人コミュ持ってるのに1円も稼げないっていう。いやー、でも、クロクロとか柏木も戻ってこねえなー、ほんと。面白いやつほど引退すっかんなー。あー、柏木の枠見てえなー。柏木何やってんのかなー。ほんとに見ないし、ほんとに聞かないよね。どうしてると思う？その、彼女ができたっていうところから。柏木を創作する枠とかやろうかな、俺。何やってんだろう、マジで。ひなりの家に行ったらいるのかな。あいつが俺まともな社会生活を送れると思えないんだよな。芸人目指してんのかな、また。ていうかさ、今の時代芸人目指すぐらいだったら配信者とか YouTuber やってた方が絶対いいと思うんだけど。なんであえてその事務所に入る必要があるんだろうって。本当に実力あるやつだったら別に配信でも稼げるからね。ねえ、柏木。全然、ひなりと付き合ってる噂から全然見ないよね。どうなってんだろう。寒いな。今日寒いな。そうなんだよね。女ができて変わる典型的なタイプだったよ。俺でも彼女できても全然変わらなかったでしょ。俺はね、女子供で変わるタイプじゃないですね。生っ粋のクズだから。配信スタイル変わったってよく言われるんだけど、俺ね、絶対それって思い込みだと思うんだよな。俺マジで意図的に変えてなくて、なんか彼女ができてから丸くなったとか、ふわっちに来てから、ああだこうだって言われるけど、俺本当に意識してないの。すげえ変わったって言われるっていうか、なんか人が良くなったとか、なんか前の和道は怖かったとかクズだったとか言われるんだけど、それってお前ちゃんと俺の放送見てねえだけだろうって思うんだよな。何が変わったの？俺全然変えた気ないよ。本当に。マジでない。何なんだろう、それ。結構ね、ショック受けるんだよね。じゃあ、あれだよ。今でもさ、アンチリスナーとかに言われたら、ああって言うよ。ただ言われなくなっただけなんだよ。自然体？
だからさ、それってさ、リスナーが変わったからじゃないのかなっていう。それニコ生行ったら多分、ああなるよ、俺。そんなさ、クズだの、死ねだの、ハゲだのさ、ずっと言われてんだもん。それ発狂するでしょ。だからね、リスナーの層が変わっただけなんだよ。俺別に何も意識してないもん。あ、でもね、女の子が近くにいるとか、なんか彼女に対してどう見えるのかとかは、それは多分印象変わるんだろうな、みたいな。あ、ノンタンのおかげっていうのもあるよね。いや、アンチコメント、いや、もうね、あれはね、やられてみないとわかんないんだよな。なんでコメントに聞くのとか言われるけど、やってみろよっていう。イライラするから。アンチコメントはほんと腹立つ。発狂しますよ、そりゃ。黒黒の気持ちわかるもん、ちょっと。ニコ生ででも下積みしたのは良かったなって思ってますね、正直。ツイキャスもフワッチもやっぱニコ生系の配信者、息が長いじゃないですか。鮫島、金映え、ランハゲ、エセヤカ、アイラ、まあ、俺、関慎吾、ね、石川紀之、ティロフィナーレ、香川。やっぱね、ニコ生で、ある程度知名度あるっていうのはね、ブランドなんだよね。なんか保証されてるっていうか、あ、ニコ生でやってきたんなら面白いに決まってるよね、みたいな。なんか、絶大な安心感ない？あ、ニコ生でやってたんならそのトーク力わかるよ、とかさ。あ、ニコ生でやってたらある程度ノウハウあるよね、みたいなね。やっぱりね、キャスの配信者とか、あと、ふわっち出身の配信者ってなると、若干、ああ、頑張れよ、みたいになるもんね、俺も。で、ニコ生でやってきたやつっていうのは、まあ面白いよなっていう安心感がある。そこそこ言ってるやつは。それ偏見なのかもしんないけど。やっぱリスナーが厳しいかんね。よっさんもふわっちに参戦するらしいけど、本当だと思う。ちょっと遅いよね、気づくのね。まあでも、まあ来てもおかしくないっていうか、それくらいふわっち今盛り上がってますよ。ノエルでしょ？最近来たの。川崎洋平でしょ？あと丸亀の竹本も来てるし、関慎吾ももうなんか結構来るし、あと誰来るかな？結構粒揃ってきましたよ。っていうか、ふわっちはね、今やばい。半年ぐらい前だと、同時配信者が10人とか15人とかしかいなかったじゃないですか。今ね、普通にね、100人とか150人とかいるんですよ。で、リスナーの数もめちゃめちゃ増えてて、洋平くんも来てるね。あと、稲子もやってるね。稲子もやってる。だからもう、本当にね、ニコ生取られますよ。ちょっとやるとね、稼げるし、閲覧も増えるから、やばいっていうのがわかるんですよ。ふわっちめちゃめちゃいいって言われてますよ。もうニコ生よりもふわっちの方が良くなってきたってみんな言ってる。リスナーの数が抜群に増えてるし。ただね、最近ね、ニコ生のね、リスナーがふわっちに来てね、敬遠されてますね。リスナー、変なリスナー持ってくんなみたいな雰囲気があるっていうか、あいつらいらないみたいな。ちょっと嫌っすね。ママも来るんだ。まあ、今来るのは遅いよな。ちょっと。俺はまあ、そのおかげでだいぶいい思いさせてもらってるから。ねえ、閲覧も同時視聴者数100人安定してるし、調子いい時でピンで200人いくし。朝方でさ、この時間帯で83人アクティブって、ニコ生じゃ結構考えられないからね。俺はもっと早くやってよかったなと思ってるけど。まあ、ぶっちゃけた話、ふわっちだったら独壇場みたいなもんだから、ニコ生からよっさんが来るとか、ワンワン来るとかは、俺は別になんか、
しめしめって思ってるよね。向こうのリスナー全員食ってかかるよ俺、うん、閲覧が多い方が有利だからやっぱり。早く来いや、可愛がってやるけんの。まあ、よっさんはそろそろ来るだろうなっていうのは正直予感はあったかな。うん。アイラがね、700万稼いだっていうのがでかいんだよ。アイラはさ、ニコ生も同時配信でやってたから、橋渡しをやってたの。で、絶対噂になるから、700万稼げたっつうと。そうするとね、金の匂いがするとね、お金大好きな配信者が寄ってくるんだよ。アイラ、1ヶ月で700万っすね。で、前の年の、半年間ぐらいの収益が、確か年収1000万超えてるんですよ。で、今月、1月の末の結果が700万だったんで、もう伝説作ったんですよ、アイラ。最高記録でしょ、多分。いや、笑うでしょ。それでね、結構いろんなところに噂になってて、配信者集まってるんですよ。あ、でも、あれだよ、キムタコさん。ふわっちで、ふわっちすごいのが、だってまず俺が20万稼げてるっていうのでさ、キムタコさんわらわらじゃん。で、アイラはニコ生で100万とか稼いでたけど、それが700とかになってて、あのね、なんて言えばいいのかな。思ってたよりもふわっちすごいよ。本当に。本当にすごいよ。うん。本当に本当に。そんな感じ。うん。なんかね、多分ね、月100万稼いでんの何人いんのかな。ちょっと見てみようか。月100万プレイヤーが相当いるよ。マンスリー見てみるね。あれ？マンスリーって先月の見れないんだっけ？あ、見れないんだ、マンスリーランキングって。多分ね、100万以上稼いでんの7人ぐらいいるはず。おはよう、ベッキー。うん。で、多分ね、50万以上、月15万以上稼いでるやつは70人ぐらいいるね。70人もいないか、50人ぐらいかな。うん、それくらい今もう稼げるのが普通になってる。ほんとバイトやるのがバカバカしいってみんな言ってるもん。大丈夫かよみたいな。稼げてるぞおいみたいな、みんな言うよね。俺の月給分こいつ配信で稼いでるとかさ、みんなね、自分の給料とね計算しながらね。俺もしようかな。いや、早くやった方がいいよ、やるんだったら。ぶっちゃけね、ふわっちから無名の人とかでも、はい、全然撮ってるから。すごいよね、みほさん。うん。本当にね、これ誰だっていう、ニコ生とかキャスとかしか見ない人からすると、なんでこいつ稼げてるんだっていう人いっぱいいるから。うん。すごい時代が来たよな。笑っちゃうよね、本当にね。うん。やるんなら今だと思うよ。もう参入するの遅くなれば遅くなるほど不利だから。俺これマジで言ってんだけど、あと3年以内にキャス超えるって言ってる。これ間違いないと思う。伸びが異常。ふわっちはキャスっていうか配信会トップのサイトになるよ。で、それが見えてないやつはもう本当に遅いと思ってて、今ふわっちやっとかないとね、後悔すると思う。新しいね、大手が続々生まれるよ。ほら、キャスの時ってさ、キャスに移行して大手になった人っていっぱいいるじゃん。ミズニャンとか、ミズニャンなんかニコ生だと評価されてなかったじゃん。ああいう感じになると思う。新しい大手の概念が生まれようとしてるよね。おばあちゃんやおじいちゃんでも配信してるからな。すごいよね。考えられないよね。本当にね、結構、年配の方の配信者増えたよ。うん、やっぱ、携帯、スマホで簡単にワンクリックで配信できるっていうのは、やりやすいんだろうな。ニコ生はね、なんかやりづらいからね。なんか仕組みがよくわかんないっていう人多いもんね。パソコンに強くないとニコ生は無理ですよ。スマホでワンクリックの時代だよ。
フワッチもそんだけ稼げてんなら不具合さっさと直してほしいわ。え、不具合すぐ直すよ、フワッチ。なんか不具合ある？みーちゃん。俺、フワッチの運営の神対応すごくて、バージョンアップをね、2ヶ月に1回ぐらい繰り返してるぐらいいいサイトで、最近もバージョンアップあったんだけど、不具合なんかある？なんか、サバ落ちがね、結構少なくなったよ、最近。なんかある？めちゃめちゃここのサイトいいよ。運営が神対応ですよ。なんか不具合あるかな？くっそ重い。バックグラウンドにしたらすぐ落ちる。ああ、そうなんだ。俺あんまりわかんないな、それは。うん。なるほど。うん。バックグラウンドってことはあれだもんな。なんだっけ。スマホだもんね。スマホでフワッチ見ないかんな。フワッチのサーバー日本っす。多分日本だと思いますよ。多分日本ですね。じゃあ、あと1分で終わりにします。皆さんありがとうございました。仕事に行って、帰ってきたら放送します。お疲れ様です。おつおつ。頑張ります。キムタコさんありがとね。また、ほんと。再開できるのを楽しみにしてますよ。たくみさんお疲れ。のたお疲れ。ありがとうございました。じゃあね。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。